広大な砂漠が広がる海のない国モンゴルで海水魚を養殖するプロジェクトが進んでいます。岡山理科大学などの研究チームが特殊な水、鉱滴環境水を使い陸上の水槽で養殖したものです。 RSK は今月4日モンゴルで開かれたお披露目会に同行しました。魚の養殖はモンゴルでは史上初です。モンゴルの首都ウランバートル、レセプションホールの厨房では慌ただしく客を迎える準備が進んでいました。握り寿司にステーキ、モンゴルでは史上初となる養殖魚の味はどんなものか、多くの人が心待ちにしていた日がやってきました。これがその魚、養殖の開始からおよそ3年、驚くべき大きさに育っていました。あ、これがいい。広大な砂漠が広がるモンゴル、この国で岡山理科大学と土木や建築を主な事業とする静岡県の北側の共同研究が始動したのは2019年のこと。砂漠で養殖をする。岡山から3000キロを超えてやってきたのは2種類のハタ科の魚を掛け合わせた交雑ハタ。当時はこんなにも可愛らしい姿でした。陸上での養殖を可能にしたのは岡山理科大学の山本俊正准教授のチームが研究に取り組む鉱滴環境水。真水に微量のナトリウムやカリウムなどを混ぜたもので、淡水魚だけでなく海水魚も育てることができる、いわば魔法の水です。これまでにトラフグ、クロマグロなど10種類以上の魚介類を世に送り出してきました。解決したい課題の一つに世界が直面する深刻な食糧危機があります。天然の資源は先細りしているのはこれは間違いないですよね。水産庁の統計見てもそういう中で、人口は70億から100億にも達する。日本は海に囲まれてるからね、別に海で取ればええじゃん、こうなるんですよね。しかしモンゴルどうですか。この方法しかないじゃないですか。学生たちが交代でモンゴルに渡り、寝食を共にしながらハタの陸上養殖に取り組みました。それは現地の食文化に新たな風を吹かせる挑戦でもあります。モンゴルの食の中心は肉、魚を食べる習慣がほとんどありません。それでも健康志向が高まる中、新鮮で美味しい魚が世に出せれば受け入れてもらえる、そんな確信がありました。まずやっぱ作って見せて食べてみる、食べさせてみるというこれでしょうね。ところがスタートから半年、事業は暗礁に乗り上げます。もうこれはこの、もう正直言うと今だから言えますけどね、正直言うとこのプロジェクトは終わったと思いました。新型コロナウイルスの波がモンゴルにも押し寄せ、町はロックダウンに。日本からの入国ができないばかりか、モンゴル国外から調達していた魚たちの生命線といえる鉱滴環境水の材料や餌まで手に入らなくなったのです。わずかな餌で魚の命を何とかつないだのはモンゴル人の現地スタッフでした。岡山からも通信アプリなどで指示を送り続けました。もう初めてモンゴルでの養殖だし、もう絶対これをこれで終わらせたくないというか、もう何とかしてその事業を乗り越えるためにみんな頑張ってました。魚たちはどうなったのか。9月3日、山本准教授はおよそ2年半ぶりにモンゴルの土を踏みました。待ちに待った再会。ハタは大きいものでは9キロにも育ち、鉱滴環境水の中で元気に泳いでいました。
共同研究を行う北側から取って北ハタと名付けられた魚。いやー、砂漠の中の北ハタですよ。お披露目の舞台へと運ばれます。夢のような物語だった魚の養殖、魚を食べる文化のなかったモンゴル、その歴史に新たな1ページが刻まれます。成功を祝うレセプションには環境省、農業省といった国の官僚などが出席しました。みんなで知恵を出し合って困難を克服して高い生産性を達成することができました。モンゴルではお目にかかることがないハタの握り寿司にステーキ。ケタハタ。上品でありながらコクや深みのあるハタの味。魚に馴染みのない現地の人も。今後さらに生産体制の拡大や市場への流通を目指します。日本とモンゴルの架け橋になるようなオフィスになることを信じておりますので、来年再来年にはですね、本当にレストランに、旗が並ぶような時が来ればいいなと。やっぱりもう感慨深いものがありますよね。日本で食べるよりもね、もっとずっと価値があると思う。これから社会実装していってね、ちょっとでもね、皆さんにこのこういう魚を食べていただけたら、もう研究者としては最高ですね。砂漠の国モンゴル、さらには世界中で新鮮で美味しい魚を。公的環境水で描く夢はますます広がっています。大体どんな感じですか？RSK テレビでは今月24日土曜日の午後3時半から30分の番組で、このモンゴル史上初となる養殖の成功までの軌跡を追った特別番組を放送予定です。はい。